宇宙エレベーター技術協議会は、宇宙エレベーターに必要な技術を開発、研究するための協議会。日本では、スペックと称する協議会を宇宙エレベーター協会が主催している。日本の宇宙エレベーター協会等では、トラクション方式にかけ、ケーブルと綱車の間の摩擦力で動く、ケーブルが動く、地上建築物にあるエレベーターではなく、 自走式クライマーの競技会を開催している。また、スペック級クライマーとスパイダー級クライマーと部門を分けて競技会を開催している。また、テザーについては、ロープとベルトがある。静岡大学、山際良樹教授、能美君広教授の2016年、超小型衛星スターズ C、羽衣も、2018年超小型エレベーター、衛星スターズ目、天竜を、 国際宇宙ステーションの日本実験旨、希望から宇宙空間に放出し、テザー進展実験、テザー間で昇降機を動かす実験がすでに行われている。2019年より、クライマーにロボティクス高軌道ロボットを積載し降下させる。予定の競技は、火星や月面等に軌道エレベーターのテザーを垂らし物資を送り込むこと、等を想定している。 スペックスペシェイクソロック2019年より、スペックに貨物を積載し、加えてその貨物としてのロボティクス高機動ロボットを、降下させる、競技会を、開催予定。グスペック2018年まで、日本国内で行ってきた、宇宙エレベーターチャレンジの規模をより大きくして実施する、予定神奈川大学スパイダーチャレンジ、神奈川大学主催の高校生を対象とした、 スパイダー級クライマー協議会。2014年より、毎年開催の同大学の継続事業である。日本各地の高校からの参加がある。宇宙エレベーターロボット協議会小学生及び、中高生向け協議会として開催され、レゴ社の、マインドストームを部品として用いることがルールとなっている。文部科学省講演であり、第6回大会より、 中高生中級部門の優勝校は文部科学大臣賞が与えられる。2020年から小学校で必修化となるプログラミング教育やステム教育の先駆的な取り組み。種目は第7回より小学生部門と中高生部門のそれぞれリージョナルとグローバルとなる予定。ありがとうございます。